今回のミッドウェー縛りの、陣形はこちらをモチーフにしてます。南雲中将の機動部隊の、投降陣形というものがありまして、戦時中はこうだったそうです。慶寿の長良と利根、千曲利根を囲まれて、飛龍、蒼龍、赤城、加賀、1号線2号線が入って、で戦艦の春名、霧島で、周りのいびつな形は駆逐艦12隻ということで、このような陣形を取っていたそうです。まあアメリカに関しては輪形陣というところでレーダーも装備していたんですが、日本はこういう陣形でレーダーも装備しておらず、船の隻数も足りなかったというところで、まあそれがまあ敗因の一つなんですが、まあ投降陣形という陣形らしいんですが、これはちょっと観光だけではできないので、今回は輪形陣で長良、千曲、利根で、まあ飛龍、蒼龍さんも使いたいんですが、赤城さん、加賀さんで、春名さんか霧島さん、どちらかの6隻を起用しております。まあ今回の動画といたしましては、まあ、ミッドウェー海戦が負けなければっていうタラレバの話がよくあるんですけど、それをちょっと自分でね再現していきたいと思うんですが、まあただミッドウェー海戦負けなくても国力や資源不足でっていうのもありますが、その話は置いといて、このような設定で行っております。これはちょっと史実に基づいてこういう形で本当に戦ったみたいなので、まあ輪形陣で、まあ、少し再現できればと思っております。空母艦赤城です。空母機動部隊を編成するなら私にお任せくださいませ。ここは忘れません。
もったいないです。